柳井商工高校バドミントン部1年宮崎智香選手。今年10月スペインで開かれた世界ジュニアバドミントン選手権大会でシングルスの金メダルに輝きました。日本人選手の優勝は現在世界ランク1位の山口茜選手やリオオリンピック銅メダルの奥原希望選手などに続く4人目ニューヒロインが誕生しました。今振り返ってみて、その優勝した瞬間どんな気持ちでしたか？自分もどんどん成長できたっていうのを自分自身で実感できたっていうのが一番嬉しかったんです。どんな気持ちなんですか、世界の選手と世界の舞台で戦うって？やっぱすごい緊張もあったんですけど、やっぱり初めてだったんで、なんか自分ができることやろうって、なんかちょっと楽しい気持ちもありました。柳井商工バドミントン部、2年連続で選抜、インターハイと団体戦2冠を達成しました。去年のインターハイダブルス優勝の田口真也選手、今年の選抜シングルスのチャンピオン明智妃那選手など、年代別の代表を4人抱える有数の強豪校です。チームを指導する竹光忠監督、宮崎選手の強さの秘密をこう語ります。彼女はとてもスピードがあるので、スピードと攻めるっていうところに関しては、もう本当世界でも十分戦っていけると思うので、まずはしっかりそこを伸ばしていけたらなと思ってます。大阪出身の宮崎選手、バドミントンを始めたのは小学1年生の時でした。学生時代にバドミントンをしていた母親に勧められ強豪クラブに入団。小学6年生の時には全国大会で3位になります。そしてさらに強くなろうと大阪から山口へ。12歳で親元を離れバドミントン漬けの日々、ホームシックになったこともあったといいますが、ただ強くなるためにシャトルを打ち続けました。そして中学3年の時、初めて日本一。そこからたった1年世界一まで駆け上がりました。世界から注目される存在となった宮崎選手、それでも素顔は天真爛漫な高校1年生です。世界ジュニア行けたからどうやって持って行って、飛行機とか結構時間長かったんで、一人起きて頑張ってました。やばかったです。まだまだあどけなさが残る16歳です。下宿中の宮崎選手、部屋にはお気に入りのぬいぐるみがたくさん並んでいました。そして世界ジュニアの金メダルはというと、こんなところから。なんか詰まってるって感じ。何が詰まってるの？なんかやっぱプレーの思い出とかです。インターハイで個人でももういい結果が出なくて、団体戦でも全然自分の体の面とかで全然できなくて、すごくチームのみんなに迷惑かけてしまったんで、結果が出なかった分見返したいなっていう思いはありました。世界ジュニア優勝、輝かしい成績への道のりは平坦なものではありませんでした。7月徳島県で開かれた今年のインターハイ、周囲は1年生のインターハイチャンピオン誕生を期待します。本人もそのつもりでした。しかし中3で結構全中で優勝したり結果を出して、高校1年生の最初はなんかちょっと変なプレッシャーがあって、学校対抗で
インターハイ連覇は達成したものの、個人戦ではベスト16で敗退。心も体も強くしなければ、そう痛感しました。もう負けたくない。インターハイで味わった悔しさが宮崎選手をさらに強くしました。勝ち進むと1日に5試合以上を戦うこともある高校バドミントン。天性のスピードを最後まで発揮し続けるため、徹底的に体作りに取り組みました。技術も大事だと思うんですけど、トレーニングとか自分がきつい中でもしっかりエネルギー出して最後まで諦めないっていうのは意識してます。そして宮崎選手の背中を強く押したのは武満監督の言葉です。もう自分がそこに向けていかにいいパフォーマンスを持つのか、でそれでの結果はもう自分のそれは評価じゃない。だからもうそこまでもう自分がもうベストを尽くしてやっていくしかないわけだからね。まあ、すごい心に響く言葉が多くて、目指すとこがちょっと変わったなっていうのもあります。時間や場所が限られた環境の中でいかに強くなるか、武満監督は選手たちに常に明確な目標を意識させます。小学生の頃は練習嫌いだったという宮崎選手、柳井中学に入った時もどうしても練習をやらされているという感覚があったといいます。武満監督は何を目指すのか、何が武器なのか、宮崎選手に問い続けました。そんな変わった目にはしないんですけど、やっぱり基本的なことを自分のどれだけ高い意識でできるかで、やっぱうまくなれるかっていうのなんで。夏に経験した挫折、もう負けたくないと自分と向き合った3ヶ月。悔しさが世界の頂点へと押し上げました。笑顔の裏で闘志を燃やし続ける16歳。見据えるものは女子シングルス、高校日本一、そして6年後、ロサンゼルスオリンピックです。まだ自分は日本一になったことがないので、次の日本の全国大会とかでは、ちょっと、プレッシャーはあったり、やっぱ向かってこられるっていうのが多いと思うんですけど、自分的にはチャレンジャーっていう気持ちで臨みたいです。まだこの世界ジュニアで優勝したことを満足せずに、スタート地点としてはまだまだこれから頑張りたいと思います。まあ、最終目標はオリンピックで金メダルを取るっていうことが一番の目標なので、